エンジンルーム見ていきます。HKS のエアクリーナーがね、装着されてますね。あと、駅間に社外品入っております。このね、96スペックとしてはね、信じられないぐらいエンジンルームが綺麗ですね。こんな感じで、エンジントルクダンパースプーンのがついてますね。こんな感じですね。はい、ではエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。かかり特に問題なく、このアイドリングも特に変な感じはないですね。振動も正常ですし、なんかばらついてる感じもないですね。ちょっと吹かしてみます。なかなかレスポンスがいい感じですね。はい、以上エンジンルームでした。